スポーツ万能な俳優として有名な長井勝さん。現在、あまりテレビで見かけなくなってしまいましたが、その理由はイメージとはかけ離れた驚きのトラブルが原因のようです。世間を騒がせたそのトラブルとは一体どのようなことだったのでしょうか経歴と共とに干された理由について見ていきましょう。長井勝さんのプロフィール。本名。 長井勝る。青年月日、1978年5月20日。出身地、新潟県糸井川市。身長、185センチ。血液型、大型。学歴、東京農業大学、地域環境科学部。所属事務所、K-。経歴、 長井正さんは両親と姉の4人家族で育ち、父親は空手の師範で空手道場やスポーツクラブを運営していたそうです。その影響もあってか小さい時からスポーツが得意で空手はインターハイと国体で全国5位に輝きました。その後、スポーツ推薦で東京農業大学に進学します。 学生時代は体育教師を目指していましたが、進学した学部にはその過程がなかったため断念。教師の夢が絶たれ、進路に迷っていた時に、自身の可能性を試したいと思い、雑誌のモデルや CM 出演などで芸能活動を開始しました。2000年、スーパー戦隊シリーズ、未来戦隊タイムレンジャーの主演であるレッド役に抜擢され、俳優として本格的にデビューを果たします。当時、 長井さんはまだ大学生でしたが、父親からは大学を留年せず、4年間で卒業することを条件に芸能活動を認められたそうです。しかし、所属していた空手部の監督からは、部活動に参加しなければ、大部と大学を言い渡すと言われてしまいます。困った長井さんは、学校生活と芸能活動を両立するために、大学の学長に相談。 就職活動の一環として芸能活動を行い、部活には毎日顔を出すことを条件に芸能活動の許可を得たそうです。タイムレンジャーでは経験者である長井さんに合わせて空手が得意という設定が設けられ、空手のシーンが多く撮影されました。長井さん自身、撮影開始前は自信を持っていたようですが、実際の空手と撮影でのアクションは全く異なり、苦戦したと振り返っています。 しかし、その悔しさから監督を見返したいという思いで生身でのスタントにも挑戦。最終的にアクション監督に日本人でこれだけ動けるのはケイン小杉とお前だけと称賛されたそうです。タイムレンジャーの撮影終了後には父親と4年間で大学を卒業すると約束していたため芸能活動を一時休止して学業に専念します。大学卒業後は これまで名前がカタカナの長井正名義で活動していましたが、本名の長井正に変更し、芸能界に復帰しました。2002年にはスポーツマンナンバーワン決定戦に出演し、芸能人サバイバルバトル2位に輝いています。ちなみに、この時の優勝者は翔恵さんだったそうです。同年、2度目の出演では長井さんが見事、総合ナンバーワンを獲得しました。 2003年からは特命係長ただのひとしシリーズに出演。同シリーズにはファイナルまで9年間にわたり出演し、長井さんの代表作になっています。また、2003年に公開された映画、新・空手バカ一代格闘者では映画初出演を果たしました。同映画内では空手道を極める主人公を演じ、アクションシーンはスタントマンではなく、すべて長井さん自身がこなしたそうです。 長井さんは現在も空手を続けており、長井さんの同期が監督を務めている大学に行って、学生と一緒に組手など練習していると話しています。2016年37歳の時には、18年ぶりに地元新潟県の国体予選に出場し、準決勝まで進出したそうです。熱愛報道を潔く認め、結婚 長井さんは2014年に女優の中越の子さんと結婚しました。二人は2010年テレビドラマサラリーマン金太郎2で共演し交際に発展。同年、デートをしているところをスクープされ交際が発覚しました。最初の報道から数ヶ月後には中越さんのマンションに出入りする長井さんの姿が報じられ、これを受けて長井さんは堂々と交際を認めました。 また、当時のブログでは、ファンの方には悪いことをしたなと申し訳ないですが、僕も32歳の男です。恋愛をして男を磨いて、仕事の活力にしたいと思っていますと綴っています。その後、交際期間4年を経て結婚した長井さんと中越さん。結婚会見では、出会った時に彼女の明るいオーラと包容力にビビッときたと明かしています。二千十七年には、 1> 第1子の男の子が誕生し、さらに翌年には第2子となる女の子が誕生しました。干された理由とは ?2012 年、ペニオクと呼ばれるオークションサイトを実際にはしていないのに、自身のブログ内で商品を落札したかのように紹介するという捨て間をしたとして、複数の芸能人が追求される事態が起きました。長井さんもその中の一人だったことが発覚。 自身のブログで iPad を855円で落札したと紹介したのです。この事件が明るみになったことで永井さんは知人の携帯電話でサイトに登録して落札し、実際に自分が料金を支払ったと主張しつつも何も考えず安易に物品を受け取ってしまったこと、自分で登録して落札したかのように掲載したことを謝罪。今後このような警察な行動を取ることがないよう、 気を引き締めて仕事に集中したいとコメントしました。この一件から俳優としてのイメージが下がり芸能界から干されてしまったのではと言われてしまったようです。金銭トラブルまた2015年には金銭トラブルを抱えていることが報じられました。事の発端は長井さんが元政治家と共に建設会社の社長に対し 1500万円のビル購入を圧戦したことでした。しかし、実際は回収費用に約2000万円もかかるわく付きの問題物件だった上に、実際のビルの価格は1000万円だったようで、500万円を長井さんたちが中抜きしていたことが発覚したのです。長井さんは差額の500万円を返済するために、ブラックな会社からお金を借りたそうですが、その後、お金を返せなくなった長井さんに対し、 催促が始まり、法定利息を超える金利を請求されていたようです。中抜きを共謀したとされる元政治家と長井さんは長年の付き合いがあり、新宿2丁目では有名な人物だったそうです。長井さんは学生時代、新宿2丁目のバーでアルバイトをしていた経験があるそうなので、その時に知り合ったのかもしれませんね。現在は 金銭トラブルやステマ問題で干されたと言われていた長井さんですが、2019年には4本のテレビドラマに出演しています。2020年には20年ぶりにスーパー戦隊シリーズの竜ージャーに出演することとなり、話題になりました。同年4月には妻の中越さんが出演しているテレビドラマ、特捜9にゲスト出演し、夫婦共演も話題になりました。 スポーツマンとして爽やかな笑顔が魅力の長井マサルさん。その印象とはかけ離れたトラブルのせいでイメージダウンしてしまったようですね。これからはクリーンなイメージを復活させて家族と自分のために頑張ってほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか空手で培った精神力と身体能力を活かして活躍してほしいと思った方は高評価をお願いします。 またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょうチャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします最後までご視聴いただきありがとうございました